になったのか、坊主。うん、何時間かしたらお母さんも戻ってくるし、もう大丈夫。どうしたの？ちょっと大丈夫？ねえってば。おじさんどうしよう。これは食あたりじゃなさそうだな。ハルカ、急いで病院を探そう。この子を見てもらいたいんだが、どうにかならないか。おい、どうしたんだ。少し黙っとれ。どれ、見せてみろ。急に腹が痛いと言って倒れたんだ。時間がない。緊急に回復して処置する。え、お腹切るの？おい、こっちはどうなる。おい、おい、アリ大丈夫か？ここの医者ずるい。外人でから差別して。何、こいつら後から来たのに手術してる。アリ、無視された。アリ、アリクソ。見てわからんのか。今は手術中だ。出てけ。お前、俺の弟見捨てた。許さない。うるさい。出て行けというのはわからんのか。そう、お前も弟のように死ね。今殺されちゃそのガキも死んじまう。俺が相手になるぜ。ならお前も殺してやるよ。No! No! 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 No!
手術は終わったのか。ああ終わった。虫垂炎だったよ。破裂寸前だった。危なかったがな。お前絶対に殺してやる。ずいぶん元気だな、兄弟揃って。お前ずるいやつだ。弟見殺しに。あんた、え、なんでこいつはただの石だよ。尿管結石だ。結石？ああ激痛が走るが、石が膀胱に落ちちまえばなんてことはねえ。気失って寝てただけだ。じゃあ世話になったな。ありがとうね、お医者さん。お医者さんか、久々に聞いた言葉だな。こいつはどのくらい入院するんだ。まあ 2,3 日もじっとしてりゃ大丈夫だろう。子供は回復も早いしな。でもお母さん待ってるんでしょ。まあ俺が母親の店を探して連絡はしておくよ。お前しばらくじっとしてろよ。あんな場所でうろつくんじゃねえぞ。やめておけ。この子もきっと母親を待ってるのが楽しいんだろうな。あそうだろ。うん。この町には大人子供関係なく、いろんな事情を持った連中が山ほどいるんだ。だがみんな精一杯頑張ってる。だから俺はこの町が好きなんだよ。そうだな。だからあんたみたいな医者も必要なのか。その通りだ。俺は患者に一切の差別はしない。この町で病気で苦しむ人間がいれば誰でも助けるさ。じゃあ俺らは帰るぜ。ああ。そういえば代金は。ああそれなら問題ねえ。俺には強力なスポンサーがいるんでな。そうなのか。まあとにかく助かったよ。ありがとうね。しかしあんたの社長さんも物好きだね。うちの社長がファンなんですよ。先生が東都医大の部長をされていた頃からの。そっか。まあ会ったことはないが、その風間社長さんとやらによろしく伝えてくれ。はい。